違う風に何があるか調べましょう。はい、壁の していた。しかし思い通りにことが運ばなかった。以前はよく水を見つけたが、この中村ではどうしても見つかることができなかった。もう少し時間を出すと見つかりますので、お願いします。ついてもねえよ、何したと思ってんだ。お願いします、父でこなす。わかった、じゃあ3日間の時間をやる。もう騙せるねえぞ。ありがとうございます。必ず水を探してみせます。2日目の夜、牛は一生懸命糸を掘っていたが、どうやら今回神様はもう牛のことを堅固しないようだった。どんなに頑張っても水を見つけることはできなかった。もう見かねた、やはり見つけなかった。あいつはまだ青いだぜ。絶対俺だ。
月の生まれ変わりだったら騒がれる。神、あいつはただの使いなのに。神だったらなぜまだそう惚れなかったか。そうだ、あいつはただの使い。神様からの贈り物だ。あいつを贈り物と知っておくれくれたんだ。お前まだ分かってねえのか。あいつはただの使い、神なんだじゃね。この村では使えない虫は殺すんじゃなかったか。何を言ってんだ。目の前の首物を逃す気が、うん、そうだ。よく考えれば本当に虫だな。あの角とあの声、まさに虫だ。その通りだ。虫の話を信じてたなんて狂ったんだ俺らは。あっという間に村の人々は牛はただの牛、ただ人間に似ているだけだと、そう自分を説得した。そして巨人がみんなを連れて牛の住むところへ行った。はい、手足を殺せ。ない、ね、逃げられるか。あ、畑にいるぞ。
ことするんだよ。みんなのためなんだよ。はっ。哲也先生は教授の話を聞けずに自分の家に帰って荷物を片付けた。哲也先生、もう少し書かれて他の人に知られたら村は目もくまるずくれになるんだ。もういい。おい哲也先生、どこへ結局行った。みんなは腹切るぞ。おい、教授、
月の主は誰？夏ない。きっとあの牛の化け物に呪われて。